やあやあディビッシュ、ショーを見逃したくなかったようだな。お前さんたちだけにお楽しみはやらんよ。だろうな、あなた抜きじゃ始まらない。それで奴らと話は話したが、でどうだった？期待通りとは言えない。ラジクが自ら交渉に行くというのを思いとどまらせて正解だった。戦わずしての決着はどうやらなさそうだな。よし、それはいいぞ。こんなど田舎でもやっと楽しみが見つかったってなもんだ。それにだ、我が息子が果敢にも獅子の巣穴に潜り込んで重要な情報を得てきたようだ。全て話してくれ。何から知りたいですか？ではまず奴らの守りがどうなっているか教えてくれ。外側の柵はキャンプ全体を一周しています。中にある小さな丘には少し古びた家屋があり、また別の柵で囲われています。私はそこに囚われていました。そしてそこがトートと奴の側近が拠点としているところです。テントがいくつあってどのように配置されているかわかるか？全部で50、いえ60かもしれません。そのほとんどがキャンプの右手側に位置しています。それから兵士だ。向こうの兵士は何人いる？かなりの数です。80人はいるかと。の数とさほど変わらんか。たとえわずかであっても我々の方が数は上だ。そしてこちらは訓練を受けた上で装備も整えている。敵はただのボンプの集まりだ。私が見る限りはこの方向から攻撃するのが一番良さそうだ。他の方角はどんな様子だ？東側は岩だらけで、そちらから大規模な攻撃を仕掛けることは期待できません。一方で私が逃げ出した道でもあります。奴らはそこにゴミを捨てていて、ゴミの山が柵の頂上まで積み上げられています。それは興味深い。防御柵は巨大だ。奴らが我々の思う数しかいないのなら防御柵全体を見張ることはできない。門を全力で叩けば後方は手薄になるだろう。素晴らしい戦略だ。さすがといったところだな。同時に大きな騒ぎを起こしてやれば奴らは混乱するだろう。騒ぎ？テントがあると言っていたな。はい。私の勘違いでなければテントはよく燃えるものだ。そしてこちらには多くの車種がいる。はっ、とことんまでやるつもりだな、ディビシュ。よし、作戦を確認する。ロバードは10人の兵士を連れて要塞の後方に回ってくれ。入り口があるが敵に気づかれるな。承知しました。問題はないだろう。後方はおそらく手薄のはずだ。残りの者全員で正面突破で攻撃する。炎の矢を振らせたら一気に突っ込む。奴らきっと逃げ惑うはずだ。ロバードたちが後方から攻め込んでくれ。巧妙な作戦だ。皆に神のご加護。ならず者たちをこの世から一掃してやる。諸君いいか、これから我々を苦しめてきた奴だと決着をつける。略奪、殺害、強姦、長きにわたり我々の地で好き勝手してきた野郎どもだ。今頃物陰に身を潜めてるはずだ。勇敢な諸君とは違い、所詮は臆病な腰抜けどもだ。我々の手で今夜奴らの死体をあの木々に飾りつけてやろう。まず虫けらどもの巣に火を放ち、入り口付近で我々は待ち構えて、出てきた奴らを丁重に楽しませる。その隙にロバートたちが後方から攻め込み、全軍で細切れに叩き切る。いいな？はい、ここ。よし、では先陣は城壁を乗り越えろ。旧兵は城壁を越えるのを援護しやってくれ。もし柵から頭を出しているような間抜けな輩がいたら迷わずにその頭を叩き落としてやれ。分かったか？分かった。いいぞ、では行こう。出陣だ。